志村さん、ね、初めて生を見る方もいられると思いますので自己紹介の方お願いします、はいはい、山口支部4670の足村幸佳です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もうでも足村さんこうやってね皆さん可愛い可愛いと思われてますからすごい人気だと思いますけどもね、今日はそういった違う部分を出していきたいなと思ってますけど悪足村幸佳をね出していきましょうよ。何ですかそれ。いやいやそんなことないですよ。もうね足村さんといえばさんまさんのね恋の空騒ぎでデビューされて、もともとタレントですか。いや違います。何なんですか。なんかいやタレントでしょ、はい、もうタレントで一躍人気を買って、はい、ボートレースでデビューしましたけども、はい、どうなんですかボートの世界入って。そうですねやっぱり、初めは選手になりたくて、はいはい、なったんですけど、いろいろとやっぱり難しいこととか、厳しい部分はあるなっていうのは痛感してます、あそうですか、はい、でも先ほど来られた倉谷選手なんかもう次会えば全部教えてくれますから、はい、本当ですか、大丈夫ですよ。もうその会ったことあるんですよ。あるその時はちょっと怖かったでしょ。あでもなんか、見た目よりは優しかったイメージが。そうそうあの人は可愛い人好きなんで大丈夫ですよ、いやでもクイーンズクライマックスが水面で行われておりますが、はい、ねあそこに行かないと。そうですねえ、もうぜひね、もうどん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 自分の中ではどうなんですか、リズム的には毎年毎年。あでも、いや今年はちょっとお休みしてる期間が長かったので、なんかちょっとずつ、少しずつ、もう何が面白かった、忘れた、自分が言うことを今忘れた、多分アホです、大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。なんか、ちょっと分かったっていうか、慣れてきた、ちょっとずつ慣れてきた時にちょっとお休みしてたので、はいはい、また振り出しに戻ったような、あ、はい、じゃあこれやっぱり休みがねない方がそうですね、いいですね。ちょっとお休みする期間もだっても体重が何キロでしたっけその時ですか、その時は39キロぐらいなんで。39キロですよ、もうどんだけ増やすんどんだけボートに積むんな。あそうなんですよ。あでも最高5キロぐらい積みました。5キロ積んだらどうなの。なんかボートが切った後にあっちまで飛んでいきます。どういうこと、切った後にあっちまで飛んでいくってどういうこと、はい、重たいんですよボートが。重たいでしょうね、はい、で切ったら、ハンドル切ったら、こう曲がるじゃないですか、それがあっちまで行くんです。あもう重すぎて、はい、自分が軽いからボートが重いから、だから分かってるよ、自分が軽いからこう行くんやろ。それ言うてんねん俺。そう、分からないよ。いや分かってますよ俺は、大丈夫ですよ。いやでもね、そうやってね、やっぱ体重増やすとこからまず努力していかないといけないですし、なんでとりあえず、今年の目標は、はいはい、お餅をいっぱい食べること。お餅をいっぱい食べること、はい、今年のお正月の正月、やっぱりお餅食べたら太るみたいなんで、そうですね、本当にちょっと、次まではお餅食べてちょっと太ろうかとは思ってます。そうやね、もうレースの目標じゃなくて、はい、お餅をまずは食べることやからね。そう、お餅何味で食べましょう、ほんならきのこ。いや、知らない。あの普通なんかさ、醤油とかさ、きな粉やろ、はい、まあ、きのこ言うねんきのこ言うたら、もう餅にきのこって意味わからんやんと思ったんやけど、バレてないかなと思って。いや、バレてたよでもお餅にきな粉で食べて、あとは、あとは、雑煮に入れて、お雑煮に入れて食べたら多分、いっぱい食べて多分大丈夫です、お正月はもう、あれですか、山口で過ごすんですか。そうですね、もうね、正月なので、多分ずっと寝てると思います。ずっと寝てる。いや練習もないし。練習もないの、はい、じゃあお餅食べて寝て。そう、目標は何キロ増やしましょうこのお正月で。多分今41キロぐらいしかないんですよ。おお、まだ41キロしかないの。家に帰るとめっちゃ焦るんですよ。いやじゃあもう帰らんとけばどこで過ごすんです。いや知らんやんか、もうどっか行っときや、家帰って休みやったら。レース場行ったら食べんといけんやん。レース場は、レース場では食べるけど、家ではやっぱ食べない。なんかもうレース最終日に食べなくていいっていう解放感に満たされるんですよ、そっち。もう男子選手なんかはもう食べないでずっと我慢してるけど、はい、レース場でいっぱい食べなあかんから、もう、食べ物見たら吐き気がするんですよ。それぐらい朝ごはんから食べて、あと何百グラム足りんから、あとパンと牛乳どんだけ食べたらいいんやろって考えるんですよ。パンと牛乳やからあかんのちゃう、もっと重いご飯食べて、その後ですよ。あ、ご飯食べた後にパンと牛乳食べて、体重計乗ったらあと何百足りんけんって思って。いや、大変な苦労があるんですよ、逆の苦労がね、はい、食べるのは食べるでしんどいですからね。もうずっと、宿舎帰ってもご飯食べて、ポテチ食べて、お風呂上がってヨーグルト食べて、
ポテチ食べてパン食べての繰り返し、寝るまで朝起きてパンパンですパンパン。じゃあもう三松さんと一緒の部屋やったら大変やな三松さんも怒るでほんまに。いやでも三松さん食べること好きですかね。三松さん大好きやからあれやねんて。じゃあ一緒に食べます。一緒に食べたらあかんねん三松さんは減らさなあかん方やから最近プライベートでは何にハマってるんですか。前は釣りにハマってましたが、はい、最近寒くて、うん、釣りしてなくて今ゲームにハマってます。ゲームばっかりしてんの。はい、一日中、モンスターストライクってご存知ですか。あの携帯のゲームね。はい、モンストずっとしてて、ずっとしてて、昨日も、昨日全泊でここ来たんですけど。あ、全泊してたの。はい、うん、9時ぐらいにホテル着いて、12時半までずっとモンストしてたんですよ。暗いの性格は。いや、性格暗いの。暗い、結構暗いよね。はい、もうずっとゲームずっとゲームして、はい、家入っても、もう風呂入るまでずっとゲーム、お風呂買ってゲームを2時か3時ぐらいまでずっとゲームしてゲームばっかりしてんの、はい、ゲームしてる間にポテチ食べたらええやんか。あ、してますしてます。してる、はい、チキン、最近チキン、ベビスタラーメンにハマってるんですよ。知らんけどベビスタラーメンをあの袋のままお湯沸かしてそれに入れて入れんの。はい、で、オイスターソースと醤油と味の素入れるんですよ。めっちゃ入れるやん。はい、そしたらラーメンになるんですよ。いや、そうやろな、でベビスタラーメンやから。あ、そっか。 うどんにはならん。そう、ラーメンになってそれ食べたら1杯で200カロリーあるんですよ。1杯で200カロリーあるの、はい、2袋で400カロリーあるんですよ。おー、すごいね、どんどん増やそうぜ。おー、3袋食べたら600。おー、ちゃんと計算はできるよね。それがハマってる、それ。あ、それにハマってる。モンストしながらチキン、あ、別にそれに持ち入れたんや。なんかすごいことなりそうですよね。いや、もうすごいことなってるやん、それが。めっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しいよ。それにだから持ち入れたらもう200カロリーが500カロリーぐらいになるかもしれないです、ね。2杯食べてみ。なんぼ200カロリーが500カロリーで2杯食べたら1000カロリー。おお、できた。今ちょっと悩んだ。悩むんかい。孔明ってだって昔は陸上部ですからなあ。はい、陸上マラソンやってたんやな。長距離やってたんやろ。そうですね。長距離のゴールってどんな感じやったっけ。またそれ。いやいやいや、みんな見てへん人もおるからさ、長距離やってた時のゴールのシーンやってみて、ちょっと。はい、走ってきました、走ってきました、はい、1800走ってきました、はい、ゴール。いや、そりゃそうやろな。だいたい想像できてます。寒いやん。いやいや、だいたい想像できてますよ。いや、でもあの運動神経が抜群ですからね。昔は、まあ、毎年リレーの選手で。リレーの選手で、はい、あとは何でも、めっちゃリレーの選手で、速かったんですよ、本当に。速かったの。でも、なんか選手になって走るじゃないですか。そしたらこの前守屋さんに、さすがちゃん走り方めっちゃ変よねって言われて。どんな走り方するの。いや、これめっちゃ普通なんですよ。走ってみて。いや、めっちゃ普通なんですよ。いや、走ってみて、普通に。いや、なんやろな、こう顔が出てるんだよ、これ。だから、あの可愛い子やのに。猫背なんですよね。いや、猫背、ずっとこうなってますよ。猫背ですか。いや、そうやったらおかしいよ、これは。え、なんか胸張ったら、胸大きくなるって言われました。あ、そうな、ほな、ずっと張っとき。はい、疲れるんですよ、こうしたら。知らんがな。でも、そうやってね、ダンスとか、はい、あのリレーとかやってきて、やっぱりボートには、なんか役立ってますか。いや、あ、でも、ボートしてもっと猫背になったかも。なんで。あ、乗るから、はい、ずっと猫背な。はい、そしたら、またそれも先輩に言われてました。なんて言われた。なんか初めましての先輩だったんです、その説、うん、で、最終日にそれまで一回も喋ったことなかったんですけど、福島由紀さん、お、福島由紀、東京のね、うん、SG カッパ来てる先輩に。そう、SG カッパ来てるやん。そうですよ。で、やっぱり SG カッパ来てる先輩ってちょっとこうなるじゃないですか。ちょっとオーラがあるのね、はい、で、喋ったことなかったのに最終日に、足村ちゃん、前見から思ってたんだけど、ずっと猫背だから残念だよって言われてこの後はね、もう本当ね、しっかりと結果を出していただいて、隅の絵走る時はね、もう盛大な声援が飛ぶと思います。隅の絵の、あの、ヴィーナスリーグ呼ばれなかったんです。それはここで言われても分からへんわそれは俺らが担当ちゃうから、それは。はい、いや、でも呼んでほしかったですよね。呼んでほしくて、正直、次の仕事が入る日があって、住之江の女子リーグの日程だったんですよ。絶対入ると思って。絶対入ると思ってたんですよ。で、その斡旋入って、上から名前見ていったんですよ。片岡さん、向井さん、山口、厚田さん。あ、ないみたいな。もう一回、もう上から見る必要はないけど、そんな合格発表みたいにならへんから。そうで、めっちゃショックで、もう他どこだな。いや、それはもう言った方がいいよ。どこ行くん。地元でした。いや、じゃあええやんか。だって地元の純さん。正直嬉しいんですけど、まあはい。純さんになったんやんな。だからもう下関どんどん走りますんで、皆さん電話投票でも買ってあげていただいて。はい、じゃあ、こんだけ集まっていただいたファンの皆さんで最後一言、はい、ちょっと来年の意気込みお願いします。はい、今日はここまで集まっていただき、集まっていただいてお願いします集まっていただき本当にありがとうございます。
今年は本当不完全燃焼で終わってしまったんですけど、来年は今年以上に勝率が伸びるように一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。来年はね、ぜひ預けていただきたいと思います、はい、さあということで足村幸香選手